秋吉、今日のロケ地は俺にどんなボケ出させるんかな。ダサいなお前やめときなさいよ、オープニングでそんなこと言うの。この青い空は今日俺にどんなボケ出させるんや。止まらんな突っ込まれたら止まんねん、こういうのは。いや本当に、いや本当にじゃないですよ。いや本当にお願いしますよ。お願いします。はい、ラス中西のバズッチャでございます。はい、さあここは7月にオープンを迎えたばかりのグランピング施設ワーフ&コさんでございます。ワーフ&コさん、はい、うん、今回はグランピングの魅力を感じようの会ということでございます。グランピングってそもそも俺あんまり知らへんねんけど。ああなるほど。何グランピングって。それはもうやっぱ担当の方に聞いてみるもんじゃないですか、うん、なるほど。じゃあ行くしかねえな。行くしかねえ。行きましょう、うん、ダサいな全部何や今日。この番組はおじさん芸人なすなかにしが若者人気を獲得するためネットでバズるを目標にいろんなことをするロケ番組です。なすなかにしのバズっちゃ100万回再生の番組。これ あちらにいらっしゃる、ほんまや、ね、ちょっと待ってよ、うん、どうもこんにちは。こんにちは。どうも新しいですねこの施設。ねえねえ本当に、うん、最近できたんですか。ねえ7月の1日にオープンいたしました、ね、あそうでございますか。行こうよ見たことないよな、この距離でよろしくお願いしますの。ちゃんと答えてくださる。ちゃんと答えてくださってるけどお前ほぼほぼ何か聞こえへんかったぞお前。改めてスタッフの清水さんにお話を聞きます。聞いたところに言うともうオープンしたてということで。はい、7月の1日にオープンいたしました。あ、そうですか。これグランピングというのはどういうものなんですか。あ、グラマラスの、キャンプっていうあの名称にはなってるんですけども、はい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 、あの当施設が海洋コンテナをリノベーションした宿泊施設をグランピングと申しております。はい、海洋コンテナ。はい、計4種類宿泊棟があるんですけれども、はいはい、あのシングルサイズのベッドがあるスタンダード棟だったりとか、はい、2階建ての海があのよく見渡せるお部屋だったりとか、あと8名様で泊まれるスイートのお部屋があったり、あとワンちゃんも一緒に泊まれるお部屋があったり。ワンちゃん行けるんですか。はい、じゃあその中国人のワンさんと一緒に泊まれる。違う違う、犬犬犬犬犬犬王の方じゃないのよ。ワンちゃんです、ワンちゃんです。犬のワンちゃんです大体。違う、こういう時。あ、そういうことなの。でワンさんに絞ってまずは素敵なお部屋を見せてもらうことに。ちょっと待って。何、うちの島田ちゃん同じカラーリングや。ほんまやほんまやおい、コンテナと被るってあんのか。なんなんその色使い。コーディネートコンテナってあんの。あるねんな、うん、ポーズ取らんねん。ポーズないのやめなさい本当に、うんうん、ほんで、うん、早いな島田さん。見せていただいたのは施設随一の贅沢なお部屋、オーシャンスイート。最大でなんと8人も泊まれるお部屋です。窓の外には富山湾を望むオーシャンビューが広がります。これお風呂ですよね。そうですね、はい、おーすごい、ありがとうございます清水さん。はい、はい、ね、まあ本当にすみません。清水さんありがとうございます。はい、はい、恐れ入ります。ありがとうございます清水さん。ありがとうございます。すごい、これ、あ、清水さん、清水さん、清水さん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。すみません、何か言ったら言ってください。僕たちにできることあれば。僕らが触れたばっかりに。閉まりました。閉まりました。すみません、清水さん。危なかった、今。触れたばっかりに、僕らが。さあ、それでは、氷見の恵みを味わえるバーベキューを用意しているので、うん、バーベキュー場に移動しましょう。ということでございます。マジっすか。はい。じゃあ、行きましょうか、移動。言っちゃう？一瞬で行きます。一瞬で行きますか。はい、行きましょう。はい。せーの、ドーン、ドーン。なあ、二人の力が合わさらなできへんねん、うん、そんなものだったんですか。そうや、そんなに一人じゃワープはできへん。二人が一緒にならないといけません。行きましょう、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 せーの、よいしょ、よいしょ、来ました。おっとっとおっと、あーすごい、あ、耐えた。なかなかったですね。なんで今やねん、どのタイミングやねん。いや、いらないですよ。昭和のコミックのネタなんですよ、そういうのも。お願いします。どうしたんですか。何を、わからん。どういうこと。払ってもらう。払ってもらうための会。すごいな。よしよしよし。いや、そんな連携いらんのよ。
面白かった。いや長いです。長いです。お願いします。はい、さあ、姫の食材や施設にあるものを使って気持ちがいい音選手権をやりましょう。以前出したやつやろ。そうですね、はい、うん、私のやつなかなかいいやつ多いんだと思うんです。そうよな、うん、記事にもなりましたか。なったよ。とんかつピアノ、とんかつピアノや。収録の少し前、ウェブの記事でバズッチャを取り上げていただいたことを知ったなすなかにし、記事には再生回数が伸びない現状を打開する起死回生の一発はなすが提案したとんかつピアノではないかと書いていただいていたのです。一切やる気配ないですよ。もう記事に載ったからやらなしゃあないって言ってたよ。やらなしゃあないですよ、ね、はい、ね、今日はもうこちらでございます、うん、ほら見て、うん、すごい華やかなこの色とりどりの、これ美味しそうやね、うん、もう、そう、ホタルイカとかもあるやんかね、うん、本来はね、うん、もっと多いんですって品数。へえ、そう、うん、予算の関係らしいです。嘘やろ。ギュッとしたの。マジで。はい。本当予算の関係なの。はい、そうなんです。半分ぐらい減ったんです。こういうのって本来普通のやつ出さなあかんのじゃないですか。ある本出さない。半分出さないの。ご用意いただいたのは富山県内で最高級の黒毛和牛氷見牛を食べ比べできるコース。予算の都合で特別にご覧の5品のみを使います。今日はこれでやります。いい音選手権。美味しそうやなでもな。うん、さあ、なんと今回永石さん、はい、うん、音声山岸さんの全面協力のもと、はい、いい音を取っていきたいと思います。そりゃそうですよ。決めてるポーズ、決めてる山岸ポーズ、山岸ポーズ、男山岸でございます。かっこいい、鍛えられた二の腕。これは二の腕。いいですね、ここの筋がいいですね。いいから、持って、機材持ってきたぞというね。さすがでございます。全面協力でございますからね、はい、いや、ロケは協力せなあかんやろ。で、いろいろ音やるんですけど、はい、清水さんにも聞いていただきながら、はい、どっちの音が良かったかなんかも判定していただけたらな。わかりました、よろしくお願いします。まずどっちからいく。どっちからでもいいよ。どっちからいく。でもお前が企画したもんな。う、うん、でもこういう時にやっぱええ音出していったら、おうおう、なあ、出たらええとは思う。いや、食ってまうなよ。焼いたりすんねんそれ。いや取れへん取れへんそんな。ほんで取んのこれちゃんと。気持ち悪い、くちゃくちゃ言うから。おじさんの咀嚼音、気持ちの悪い、くちゃくちゃ。早速食材を焼いていきます。ちょっと待て、秋木、こちらへ。君のパプリカ、確かに受け取ったよ。伝説の受け渡しいらないですよ。伝説の受け渡しいらないです。俺がここだからやるか、お前中継でほら。あ、そうそう、うん、よいしょ、はい、はい、よし、はい、よいしょ、はい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 、いらんこの場所。いらない、イライラする。なんで中継いらん。いらない、中継いらない。いきますよ、うん、うわー、ちょちょちょ、これ音取れる、取れる、やめて、これ今ちゃう、この音、今めっちゃ、今めっちゃ、この音めっちゃいい、この音、今一番いい、今このグツグツした音絶対いい、これ絶対、絶対、これ師匠じゃん、横の子やって、これやかましいな。興奮して、余計な音入れない。興奮した、興奮した、この音だけ取りたいね。行きましょう、うん、めちゃくちゃええやん、うん、最高やな、うん、これ来たな、このインサートに入れてバチ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 ってなってたらめちゃくちゃええ、うん、めっちゃええよ、うん、これまず俺の音や、ま、ええよ、うん、次俺の音か、ナネさんの音、うん、ちょっとマジこれはもういきなりするやろ、音すると思う、乗せた瞬間やから、乗せた瞬間に、うん、うん、本気でちょっと取りに行こう、氷見牛ね、氷見牛、氷見牛サーロイン、うんうん、
ない風がうるさいのよ。ゴーしか言うてよ。うるさいわ風。ゴー言うてたよ。だって ASMR って普通室内でやるから、ね、そうやろ。こんな外でやらへんやろ。ゴー言うとったわ。予算ないから壁用意できなかった。良かったですよね、清水さんの音。あ、音すごい良かったですね。良かったですか。はい、美味しそうな音が。ねえ。アヒージョとサーロインだったらどっちが良かったですか。そうですね。那須くんのアヒージョか、僕のサーロインか。サーロインのね。勝ちやめ。おい、もう一回やり直してこいよお前。すごいマウント取るタイプ。いいよ、いいよ、もっと見つけてくれお前。こんな一面あったんや。じゃあ土下座してもらおうか。嘘やん、そんなルールやった。最後お前の土下座の音聞かしてくれよ。音、うん、土下座の音、土下座の音聞かしてくれ最後。土下座の音、うん、この勝負、うん、私の負けでございます。うん、本当にすみませんでした。あいつ助けてくれたな。ありがとうな。キューン言うてる。キューン言うてる。もう見てみ。うん。ケミさん向こう行ってもうた。焚き火をね。うん、ね、焚き火をやられてるから今。うん、では焚き火を囲んで。出来上がった料理いただきましょうか。お願いします。うわ、このパチパチがいい音ですよ ね、清水さん。そうですね、ここの音がすごくリラックスできます。これ取っときます。そこの音いいんじゃない。パチパチ。ちょっと山岸さん、これお願いします。いいですか。はい、声びっくりした。いい、見てる人こうなるよ。オッケー。え、もうちょっと小さい声で言うてよ。オッケーオッケー。びっくりするわ。取れましたよね、山木さんね、今ね。山木さんもびっくりしたよ、今の。ガーンってなったよ、山木さんが。さあ、仕上がってますから、うん、お料理いただきましょう。美味しそうです、美味しそう。ありがとうございます。ねえ。大さん、ちょっとズッキーニ咀嚼ちょうだい。ズッキーニ咀嚼いく？うん。いきますよ。うん、いただきます。うん、うん、おいしい。いらんねん、その おじさんのおいしいとか、うんうんとか。だっておいしい。つい出ちゃうのよ、おいしいから声が。うん、パプリカいこうか。我慢せえよ、声出すの。うん、おいしいからって我慢せえよ。パプリカ、いい、それっぽい、それっぽい。うん、パプリカをいただきたいと思います。素晴らしい、お願いします。おいしい。おいしい、いらんねん。おいしい、いらんのよ。ずっとそれに集中したいね。今でもむちゃくちゃいい音。めっちゃいい音になりましたね、今。サクサクサク。かなり良かったよ。いや、いい音取れるやん。気持ちがいい音選手権の続きとその結果は公式 YouTube で公開。ぜひチェックをお願いします。噛んでもうたな。最後じゃあ、うん、清水さんのあの。小声でありがとうございました。さあ、清水さんの小声で、うんうん、ありがとうございました。一番いい。一番いい。